また、昭和の大スターが別れを告げました。横溝正史の名探偵金田一耕助シリーズで、一世を風靡した俳優の古谷一行さん。急逝されたというまさかの報道に驚きましたが、長らく表舞台から遠ざかっていた理由や、息子の古谷健二さんの、父古谷一行さんへの別れの言葉をご紹介します。人気ロックバンドのドラゴンアッシュのボーカルで、古谷さんの一人息子の古谷健二さんが、自身のインスタでこんな投稿を、親父、お疲れ様。最後まで、本当に勇敢に戦い抜いたね。バチクソかっこよかったよ。俺には、まだやりたいことも見たい景色も山ほどある。だから、そっち行くのはちょっと先になると思うんよな。役者仲間たちと楽しくやって待っててよ。親父の息子にしてくれてありがとう。生まれ変わっても生かした俳優と、生かしたバンドマンの親子になろうぜ。愛してるよ。じゃね。この投稿に、ネットはすぐに反応。泣けてきます。悲しすぎます。最高にかっこいいお父様です。送る言葉、お父様に届きますように。大変でしたね。古谷一行さん大好きな俳優さんでした。ご冥福をお祈り申し上げます。親子三代の男子の写真とともに、古谷健二さんが綴った言葉に、多くのコメントが寄せられています。しかし、最後のコメントの、大変でしたねというのはどういうことなのか。調べたところ、古谷一行さんの、壮絶な晩年が判明したのです。それは、病との戦いの連続だったといいます。ちなみに、最近の出演作はというと、2019年のテレビドラマの、悪魔の手まり唄金田一耕助、再びでは、まさに14年ぶりの金田一耕助ではなく、金田一から未解決事件の捜査を依頼される、相棒の磯川警部で出演して、往年のフレアファンを狂気させましたが、2021年の映画「思い出写真」で、写真館の客の老人役を演じたのを最後に、78歳の2022年は表舞台に姿を現すことがなかった。古谷一行さん、2020年9月には自宅で体調が悪くなり、救急車で運ばれたといいます。診断は急性胃潰瘍で事なきを得たのですが、実はそれまで幾度となく大病を患っていたのです。それは2011年の定期検診で、肺に影が見つかり検査すると、悪性腫瘍の肺がんであることが判明。翌年、がんを公表して手術を受けています。幸い、早期の発見だったことから、わずか3ヶ月で仕事復帰を果たします。古谷さんが闘病で一番辛かったことは、抗がん剤治療の副作用だったそうです。抗がん剤治療中は、体力も気力もなくなって、朦朧とする毎日が続いたそうです。何よりそれから変わったのは、あんなにタバコがやめられなかったのに、抗がん剤の副作用を思い出すと、二度と吸いたいなんて思わなくなったそうです。復帰後は、すっかり元気になって、いくつもの作品に出演していた古谷さん。ですが、2014年に念のために検査したところ、なんと再発していたのです。今度は脳への転移でした。しかし、1時間ほど放射線治療だけで、2年後には腫瘍はなくなったといいます。最近も体調は優れなかったようで、7月には20キロ減の激痩せぶりが、心配されていた古谷さん。ようやく食欲も戻ってジム通いもしていたのですが、今回、息子の古谷健二さんのコメントで、驚くべき新事実が知らされたのです。実は、胃がんで、胃を全部摘出していて、抗がん剤もやめていたのだそうです。この話からすると、がんが再発していたんですね。それでも、古谷さんは復帰を目指していたのですが、数日前から体調が悪くなって、自ら入院して検査していたのですが、
突然、旅立ってしまったのです。未だに原因は不明なのだそうです。そういえば、思い出すのは、社会現象にもなったドラマ、失楽園で、共演した女優の川島直美さんのこと。川島さんも、2015年に胆管癌のため、54歳の若さで急逝されていますが、その通夜の参列後に古谷さんはくしくも、失楽園は18年も前のことなんですね。まだまだいい仕事をいっぱいできたのに、必ず舞台を見に来てくれていた。6月の公演も来てくれて、その時は病気のことを知らなくて、痩せすぎじゃないのと冗談で言ってしまった。いい頃の彼女を思い出して悔やんだと言います。前年に、癌の再発を克服している古谷さん。今回、大幅に体重が減った時に、自身に重ねることもあったのではないでしょうか。壮絶な闘病が続く中でも、古谷さんが楽しみだったのが、たった一人のお孫さんの存在でした。2008年に息子の古谷健二さんは、タレントのめぐみさんと結婚し、翌年に誕生した古谷さんのお孫さん。名前は古谷凪さんと言って、凪という名前は母親のめぐみさんが、父親の古谷健二さんに一目惚れしたきっかけの、ドラゴンアッシュの夕凪ユニオンの曲名から、名付けたそうです。2020年に200人のオーディションを勝ち抜き、映画、ラストレターで若干10歳という若さで俳優デビューした古谷凪さん。その堂々とした初演技で周囲を驚かせたそうです。凪さんは映画で経験したことや気持ちを大切にして、将来は面白い表現ができる俳優になりたいと語っています。おじいさんの DNA が騒ぐのかもしれませんね。今は青山学院初等部を卒業して中学2年の凪さん。父の古谷健二さんの芸名は、親の七光と言われるのを嫌って、古谷の一文字だけ変えて古谷として、名前が売れるまで古谷一行の息子ということを、一切伏せていたと言いますが、凪さんはそのまま古谷にしているのは、古谷健二さんからの父親への、せめてもの恩返しだったのかもしれませんね。しかも、実家の隣に2億の戸建てを建てていて、古谷さんはいつでも可愛い孫に会えて、とても幸せな日々を送っていたそうです。そして凪さんは当然ながら、アーティストの父の DNA も受け継いでいるようです。ツイッターでギターの弾き語りをする健二さんと、カホンを叩く凪さんの様子が投稿されていましたが、当時、小学生だったとは思えない、とびきりのリズム感を見せています。というのも、4年間ドラムを習っていた凪さん、金田一耕助シリーズや金曜日の妻たちへ、失楽園などで一世を風靡した祖父譲りの演技力と、父の音楽の才能を体内に宿す。まさにスーパーサラブレッド。余談ですが、今でこそドラゴンアッシュのフロントマンとして活躍している父親の古谷健二さんですが、デビューは1995年の映画出演でしたし、古谷さんが主演・プロデュースを務めた2003年の映画「手紙」でも不死共演を果たしていて、俳優としての才能もあるので、親子3代での共演も見たかったですね。それだけでなく、幼い頃から彼女が途絶えたことがない凪さん。生まれながらのプレイボーイというのも、まさに古谷家の男子の証です。ところで、中央大学法学部の高学歴でありながら、俳優座の研修生から俳優生活を始めて、弁護士になるつもりの人生だったにもかかわらず、自分にはハマらないと思った。金田一耕助の役で大ブレイクして、50年以上の長きにわたって俳優人生を続けてきた古谷さん。しかし、それも家族の仲がとても良かったことが大きかったのではないでしょうか。1973年に一般の女性と結婚した古谷さん。古谷さんの一目惚れだった奥さんは元キャビンアテンダントで、
なんと3回目のデートでプロポーズし結婚に至ったそうです。考えてみると、ずっと忙しくトップを走り続けてきた古谷さん、実は家族に囲まれて過ごした闘病生活は、そういう意味では今までで一番幸せだったのではと、そう思えてなりません。息子さんの古谷健二さんが言うように、あちらではまた忙しく俳優をしているかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？どんな役も素晴らしい演技でこなした古谷一行さん、あなたのことを決して忘れることはありません。心からご冥福をお祈りいたします。